目をつぶって大きく深呼吸を一回してください。これからソニックメディテーションの体験を行いましょう。意識を第一チャクラ、尾低骨に向け何度も深呼吸をしてください。意識を尾低骨に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。吐く息とともに副交感神経が優位になっていきます。そしてお腹を膨らませて、吸う息とともに赤色の光を吸い込みましょう。どんな赤でも構いません。赤色の光、そのようなメッセージで頭の中にイメージされる、そんな赤色の光を吸い込んでいましょう。そしてさらに想像力を100万倍働かせて、お腹を膨らませながら吐く息とともに尾低骨のあたりが温かな赤色に輝いていくところを想像しましょう。第一チャクラを開くと上手なグラウンディングができます。想像力を100万倍働かせて、実際に自分自身が母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっている様子を思い描いてみてください。そして大きな安定感を得ている様子を思い描いてみてください。そうしているととってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れの中に投げ込んでしまいましょう。さあ今度は意識を第二チャクラ、下腹に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下腹に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。そして吸う息とともにオレンジの光を吸い込んでください。お腹を膨らませながらオレンジの光を胸いっぱい吸い込みましょう。そしてお腹をへこませながら吐く息とともに下腹が温かなオレンジ色に輝くところを想像してください。第二チャクラを開くと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が実際に生きる希望にあふれている様子を思い描いてみてください。人生を情熱的に生きている様子を思い描いてみてください。そうしているととってもいい気分です。実際にととってもいい気分の自分自身を思い描いてみましょう。この音を聞きながら鼻から息を長く吐いてください。さあ今度は意識を第三チャクラ、みぞおちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を水落ちに向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。お腹をへこませて、おそしてお腹を膨らませて、吸気とともに黄色い光を吸い込みましょう。吐く息とともに水落ちがきれいな黄色に輝いているところを想像してください。お腹をへこませながら息を長く吐きます。おー水落ちの第三チャクラを開くと、
自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍働かせて、実際に自分自身に呼吸とともに大きな自信が湧き上がっている様子をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。おー、雑念が湧いてきたら目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れの中に投げ込んでしまいましょう。眠気の恐れそうになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて眠気を退散させてください。さあ今度は意識を第4チャクラ胸に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け、次の音を聞きながらお腹をへこませて鼻から息を長く吐きます。あそしてお腹を膨らませて吸気とともに緑色の光を吸い込みましょう。そしてお腹をへこませて吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いていく様子を想像してください。あー、第4チャクラを開くと無条件なエネルギーを感じます。想像力を100万倍働かせて、自分自身か実際に自分を愛し、他者を愛し、他者からも愛されている様子を描いてみてください。無条件の愛のエネルギーを感じ取っている様子をイメージしているととってもいい気分です。あそれ今度は意識を第5チャクラ喉に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに青い光を吸い込んでください。吐く息とともに喉が美しい青色に輝いている様子を想像しましょう。第5チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。想像力を100万倍で合わせて、自分自身が実際に自分の思いを自由に人に話している様子を描いてみてください。人の話も快く聞けている様子を描いてみてください。このように素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると、とってもいい気分です。今度は意識を第6チャクラ頭の中心に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。お腹をへこませながら、いそしてお腹を膨らませながら吸気とともに藍色の光を吸い込みましょう。そしてお腹を膨らませながら吐く息とともに頭の中が美しい藍色に輝いていく様子を想像してください。
想像力を100万倍当たらせて、第6チャクラを開くと素晴らしい洞察力にあふれます。さらに想像力を働かせて、自分自身が実際に真実を見通している様子を描いてください。直感力にあふれている様子を描いてみてください。アイデアがどんどん湧き上がっている様子を描いてみてください。そうしているととってもいい気分です。いさあ、眠気に襲われそうになったら、目の筋肉の力をグッと入れて眠気を退散させましょう。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを描き、その中に投げ込んでしまってみてください。さあ、今度は意識を第7チャクラ頭頂に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。お腹をへこませながら、そして吸う息とともにお腹を膨らませながら紫色の光を吸い込みましょう。そして吐く息とともに頭のてっぺんが美しい紫色に輝いている様子を想像しましょう。第7チャクラを開くと、ワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍当たらせて、実際に自分自身が工事の世界とつながり、すべてを理解し、すべてを知っている様子を眺めてみてください。すべては一つであるというワンネスの世界をイメージすると、とってもいい気分です。この高い意識状態において自分自身を感じ取ってみましょう。今いるこの自分自身です。さあ、自分自身を感じ取ったら、自分自身の魂としてまず自分のこの肉体のいるこの部屋を思い描いてみましょう。目をつぶったまま部屋の様子を思い起こしてみてください。特徴的な部分で構いません。すべてを思い出せればすべてを思い出し、特徴的な部分しか思い出さなければ特徴的な部分で結構です。さあ、今度はこの意識をこの部屋からこの街に向けてみましょう。車の通りや人々の様子、建物の様子、道路の様子、さあ、この周りを思い描いたら、今度は日本を思い描いてみてください。北海道から本州、四国、九州、沖縄、さあ、自分自身が住んで様子、場所の様子、旅行に行った場所の様子、思い描いてみてください。さあ、今度はこの星の様子を思い描いてみましょう。ニュースやテレビで見聞きした海外の様子、自分自身が実際に海外旅行を楽しんだ海外の様子、さまざまなこの地球の様子を描いてみてください。さあ、地球の様子を描いたら、今度は地球から飛び立ってみましょう。とっても美しく光り輝く太陽、その周りを回る星々、地球は太陽から3番目にあって、火星が赤く輝き、木星がとっても大きく、土星のとっても心地よい宇宙の様子を感じ取ってみてください。そしてさらに自分の意識を宇宙の中心にスーッと合わせてみましょう。どん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 宇宙の中心に進んでいくと、
なんと話にふわっと自分自身を包み込んでくれる、そんな時間と空間があります。そうです。そこが大いなる愛の存在の懐、大いなる愛の存在の懐、想像力を100万倍照らせましょう。それは母の胸に似ているかもしれません。父の力強さに似ているかもしれません。さあ、大いなる愛の存在の懐で身も心も委ねてくださいと。とってもいい気分です。さあ、とってもゆったりしたこの気分を感じ取ったら、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻しましょう。さあ、この宇宙の中心からスーッと太陽系宇宙に意識を戻しましょう。太陽から3つ目の星、地球に意識を戻し、そして日本に意識を戻し、さらにはこの自分がいる周りの人々に意識を戻し、この部屋に意識を戻し、自分自身に意識を戻しましょう。さあ、とっても心地よい宇宙旅行ができました。さあ、そしたら意識をさらに肉体の置かれている時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラの念を沈めましょう。一つ一つのチャクラを観察しながら戻っていくと、心地よく瞑想から覚めます。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが静まります。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが静まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが静まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが静まります。第3チャクラ、みぞおちのエネルギーが静まります。第2チャクラ、腹部のエネルギーが静まります。そして第1チャクラ、尾てい骨のあたりのエネルギーが静まります。意識をゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、手の指を曲げたり伸ばしたり、足の指を曲げたり伸ばしたり、手首足首を曲げたり伸ばしたり、体全体の筋肉にグッと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。